Ain't worried if I'm out by the lakeside. No, I don't really care what we do, 'cause everything just falls by the wayside when I take time with you. And I'm crazy for not wanting to chase lights. No, I just want a table for two. No, I don't need. はい、おはようございます。練習行ってくるよ。はい、練習が終わって今から歯医者さんに行きます。はい、帰ってきたよ。本買ったよ。面白そう。また読んだら感想言います。はい、おはようございます。行ってくるよ。今日は湘南との試合です。よーし、行こう。はい、どうもお疲れ様でした。めっちゃ腹減ったぞ。帰ります。あるあ、肉あるわ。帰ってきたよ。スーパー行こう。今俺がやってるトレーニングはパーソナルジムで普通に筋トレするのと、あとは目のトレーニングぐらい。普段継続してやってんのは。めっちゃ体重少ないわけ。はい、おはようございます。今日はね、オフです。髪の毛切りに今から行くんですけど、初めてのとこに行きます。ディエゴとかアダイウトに紹介してもらって、どんな感じのとこなんやろ。行ってきまーす。お、ここじゃん。石部、どうも、はい、ありがとうございます。終わったよー。どう？帰りまーす。はい、散髪行って帰ってきました。書類が届いてるので開けていきます。小規模やな、これは。小規模、小規模共済。これはね、俺プロ2年目ぐらいの時からずっと満額かけてるから結構行ってんで、俺今ね、家賃の請求書のメール作ってます。おはよう。はい、おはようございます。今日は天気が悪い、ちょっと雨降ってます。練習に行ってきます。行くぜ。腰いったありやなんで、こいつと共に行きます。うわ、ぶっ壊れてるって。ボイシー聞きながら西野亮廣のマインドを吸収しながら行きます。着いたよ。オッケー、行ってきます。ホテル着きました。はい、部屋着きました。準備しましょう。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。よし、今日は。ガンザナイス。
はい、今回も見ていただいてありがとうございました。今回は少しだけこの前のベガルタ仙台戦について話をしたいと思います。まあ、自分自身東京に来てからなかなか試合に出場する機会っていうのが少ない中で、まあ、ひょんなことからパッと出番が回ってきました。まあ、自分が今まで経験してきたことだったり、まあ、いつ試合に出ても大丈夫だというふうな準備をしてきたことで自信はありました。まあ、その中で、まあ、1失点しましたけど勝利することができてすごくホッとしていますし、良かったなという気持ちが強いです。まあ、ただ全然満足はしてなくて、まだまだチームに勝ち点を与えられるような選手にならないといけないなと強く感じましたし、もっと戦える選手になっていかないとダメだなと強く思いました。まだまだ努力して成長したいと思います。はい、こんな感じで今週は終わりたいと思います。もしこの動画が面白いなと思ったらコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。面白くないなと思ったらもう登録しなくて構わないんで、もうバットボタンでもいいんで、もうバンバン押しちゃってください。はい、そんな感じでまた来週も見てください。ありがとうございました。さよなら。ほら、いけんのかな、サイズ。これ子供用の靴やねんけど、紐短いから結びにくいねん、子供だから紐変えます。靴ってさ、買った時ってなんかこう結ばれてんねやんか。うん。あ、よかった、ちょっと長いわ。それは俺は絶対まず抜く、自分のは。で、俺が絶対靴紐どういう風に結んでるかって言ったら、まあこれ子供用の靴やからまああれやねんけど、まあこれ俺でも一緒、絶対親指体重にならなあかんから、外側体重になったらあかんから、常にさっきまず外側に通して、常に親指から出るように、こうやって引っ張った時に分からん？分かる？常に親指側が上になるように、こう、分からんかな、常に親指側が上、こうやって引っ張った時に親指側が上、分からへんか。ほんでこの水野の紐最高、マジで。チャーン、完成。あー、けどこれあれやで、俺の靴ちゃうで、子供の靴やからな、俺の今のモデルちゃうで、あの、勘違いせんといてや。よし、一発で決めるぜ。はい、今回も見ていただいて、赤やんけ、ラスト。チャンネル登録とコメント、うわ、ミスった、ミスった、最後ミスった。やる、仕掛け。さよなら、えんちゃん。